ジュンコさんこれ。はい。ついにできました。できました。できました。はい。巡る蔵ですね。これね。うん、この去年めちゃくちゃ楽しかったんで。そう。なんか待ちに待ったっていう感じなんですけど。そうです。またこの季節がやってまいりました。はい。はい。今年はね、なんか制限がもうない、はい、完全にないらしい。あ、制限あったの前。前はあのシャトルバスが出なかったでしょ。あ、だからもう、はいはい、あの限られた、バスとかで来られた方しか受け入れしてなかったんですけど、うんうん、今度は結構人数が膨れ上がる可能性があります、うん、おお、はい、そうなんですね、はいはい、ということでまた今年はですね、ええ、文豪の市の酒蔵ツアー、はい、めぐる蔵、はい、カボス TV 号があの専用車で仕立てて、はい、そうです、またツアーを組もうと思いますので、はい、トヨタビスさんいつもありがとうございます、そのご案内でございます。はい、このツアーの知らない方はもう一回ちょっとご説明を、うんうんうん、そうですね、はい、あの文豪のでは毎年あの3月の大体第3ぐらいかなの土曜日に開催してるんですけれども、めぐる蔵といってですね、文豪の市内に4つの酒蔵があるんですよ。で、その4つの酒蔵をこう1日でいろんな酒蔵のいいところをね味わいましょうっていうツアーで、もう市を挙げてのイベントになっています。ですからその行った先行った先、もちろんそのお酒にしても焼酎にしてもね、そこの独自のいいものを味わうことができるんですけども、それだけじゃないんですよ。お酒そんなにね飲めないわっていう方も楽しめるように、うん、地元の飲食店だったり道の駅だったり加工業者さんだったり、いろんなあの飲食に関係する方たちがですね、その酒蔵の周りにお店を出していて、そしてそこでこう飲食の販売もしてるんですよ。だから本当あの文豪の広いからですね、本来だったらあっちこっちあっちこっち行かなきゃいけないんですけど、このめぐる蔵に来ることで文豪の良さもねいっぺんに味わうことができます。あれいいね、本当いっぱい食べ物もあるし、飲めない人も本当いいと思います。いや相当楽しめると思うんですよ、はい、いろんな食べ物あるし、うん、お腹いっぱいになるね、なるもうなるのと、はい、あとやっぱりアルコールも入るから、はいはい、もう出会った人たち同士でもね楽しそうにしてるのもまたこれいいですよね。はい、去年めっちゃ楽しかったです。楽しかったですね、はいはい、私はノンアルでしたけど、はい、で今年も、はい、純子さんはノンアルです。あのお仕事、はい、あの今年は本当は私ね、はい、あのお客さんとして一緒に乗ろうって最初は思ってたんですよ、はい、でもやっぱりなんか自分までがわーってなったら、はい、遠くから来てくださる方がもしなんかちょっと困ることとかがあった時にですね、みんながもうヨレヨレになっちゃったら誰が対応するってことになるので、はい、今年も私はガイド添乗として、添乗員、はい、一緒に同行させていただきます、はいはい、ということです。なのでまあカボス TV が私と一緒に、うん、ガイドは豊玉さんみたいな感じのツアーになるんですね、はい、そうです、はい、まあ、あのたった1年に1日だけのスペシャルな日に、はい、うん、スペシャルな、まあ、カボス TV とスペシャルかどうか分かりませんけど豊玉が、はい、一緒にあの盛り上げていきたいなという、はい、そういったカボス号です、はいはい、一応この動画の前に、まあ、純子さんの方が Facebook で、はい、あの告知したんですけど、もうすでにもう何名かの方がそうなんです、お申し込みくださってて早速ねお申し込みいただいて、はい、嬉しかったです。いやあのねリピートの人やね、去年の、そうですね、はい、やっぱ去年楽しかった思いがあるともうすぐなんかもうよっしゃってな多分なると思うんですよ。でまだどんなんだろうってだからね、うん、あのちょっと不安ですっていう方は、うん、またあの何かコメント欄とかでもいいですからね、はいはい、書いていただけたらそうです、ね、お答えもできますし、はい、またあのうちの弊社のホームページのお問い合わせ欄ありますよね、はい、あそこに書いていただいても対応はできますので、はいはい、でも申し込みはトヨタビさんじゃないとできませんので、はい、よろしくお願いします、はい、非常に私楽しみしてますんで。そうですよね、はい、やっぱ何が私ね見てて楽しいなと思ったのは、
やっぱ去年も結構遠くから関東方面とか、ね、関西方面とかからも来てくださってましたよね、はい、でその時じゃないと会えない人たちが、うん、こう一堂に会して本当一期一会ですよね、うん、なんかこうと楽しそうに話をしている、うん、その時間ってねやっぱもうなかなかかけがえがないなって思いますよ ねやっぱりお酒入ると、うん、なかなかそうあのいい雰囲気になって賑やかくなるしね、はい、みんな明るくなるし、はい、だからやっぱその雰囲気も見てて楽しかったのと、うん、あのそれを見てなんかあ文豪のってやっぱりこのお酒焼酎の文化ね、うん、大事だなってやっぱ人をこうつなげる一つのこうツールだなと思っていましたね、うんうん、そうですね、うん、食もそうですよね、いろんな美味しいものありましたよね、はい、もう本当に今年だっけ一回ムレズルさんが一番最初やろ、うん、そう、あそしたら去年私ねあの和菓子 の、うん、あの売り切れてたんですよ、のどかさんの和菓子が あそこのどかさんがあそこ出店するんよな、うん、そう毎年ねあのムレズルさんが出店されるからないわな、一番最初だったらあるでしょ、ああそうそうそう、よかった、あそうだね、それもそう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 、なんでまあさっきも言ったようにお酒飲めない方でもなんか食べるものも結構あるので、ありますあります、一緒にこうまあなんかお話しするだけでも楽しいツアーになると思いますので、バスの中とかもね、そうですそうです、はい、バスの中ではまあいろんなお話も含めながら地元のガイドもさせていただきながらという感じになります、はい、ぜひまた今年も楽しみしておりますので、はい、もうたくさんの方が、はい、参加の方、ね、バスのサイズを変えんといけんちゅうぐらいお申し込みがあると嬉しいですね、今のところね、ピンクバス、マイクロ、そうそう、あの割と小回りの効くバスをあの抑えてもらってるんですけど、でもあれいいんですよね、うん、結構優先的に、うん、そうそうそう、近くまでちっちゃいんです、近くまで近くまで入れてくれたりして、ね、そうそうそう、相当去年の、そうそう、なんか藤井さんなんか横付けしてます、そうそうそう、ちっちゃいから入れるね、気の毒は、大型やったらちょっと入れないけど、そうなんです、そうなんですけどね、もうあれは本当ピンクバス良かったな、うん、うん、もうね本当に、はい、いやそれだけじゃなくてそのバスがこれ当たりサイズが違うぐらいになって来ていただきたいよ ね、あそれぐらいあるといいですね、うん、そうなるといいなと思ってます、はい、はいはい、ぜひ皆様ご一緒に文豪の市の酒蔵を巡りましょう、はい、はいはい、ということで今日はですね3月16日の文豪の市のイベント酒蔵イベントめぐる蔵のご案内でした。ぜひ皆様よろしくお願いします。はい、お越しください。はい、じゃあ今日はねまた天気悪くてもう自分4日間草刈りしてないですよ。ああ、でも実際雨だしね。うんうん、3日間雨降って今日も天気悪くて、うんうんうん、なんかゆっくりしてました。はい、まあ、そういうことも大事です、はい、肩痛かったんですけど、うん、もうすっかり治って、やっぱじゃない使いすぎやなもう今全然痛くない、良かったですね、良かったです、うんうん、はい、ということです、はい、はい、ということで、まあ、今日はめぐる蔵のご案内でした、ありがとうございました、はい、お待ちしています。